これは俺には怒る権利もないんか。俺笹くんとここくらいしかイチャイチャする機会ないんやから。ヒイラギくんのお腹は一つなんよ。いやすまないね、俺はちょっと看板のことしか分かってなくて。こんにちは、ガランドーと申します。はい、前回は仲良しグループチーム麺類がついに結成されました。あ、ではこの喜びを看板にぶつけていきたいと思います。うん、よし、今日は昼休みのうちに生徒会の仕事片付けちゃおうっと。お？あれ、ヒムロ君何してるの？ああ、な、廊下は再流の。ああ、これは何かな、遠回しに走るなって意味かな。ああ、せせらげってことかな。あ、今月のポスターなんですが、祈りくんに意見をもらおうと思って。ほうほうほう。いや、もう祈りくんの意見もあれだけど、ちょっと内部の人に聞いた時点でこれは止まると思うよ。うん、一瞬で伝わるものがいいんじゃないかな。あ、ちょっとせせらげは伝わらないと思うよ。廊下は細流のように。いかがでしょう。ヒムロ君言ってやって。言いたいことはわかりますが、標語としてはダメです。そうなんよ、あの廊下は走るなでいいよ。ヒムロ君の意見は遠慮がないから、なんだかヒヤヒヤするな。いや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 、全然普通のことしか言ってないから。個人の感性に訴えるのではなく、誰にも間違いなく伝わる方がいいですね。そうそう、あ、せせらげじゃわからないよ。再流ってなるんよ。あ、ヨロ君いいね君。なるほど、もっと簡潔な表現ですね。ありがとう、祈り君。あは、いや、素敵な言葉を使う、こう言葉の魔術師であるヒイラギ君には申し訳ないけど、これに関してはもう廊下は走るなでいいよ。僕もアイデアだし手伝いますよ。いや、もう世に出てる一番いいやつ使えばいいよ。ここにそんな個性いらんから。あ、心配はいらないみたい。二人の間では普通のやりとりなんだ。いい関係だな。ああ、ランさん、予定ですよ。そろそろ教室に戻りましょう。あ、うん、あともう少しだから先に行って、施錠しておくから。頑張り屋ですね。ではお先に。ああ、矢之助先輩もそうだけど、君もやりすぎるところあるから、ほどほどに。ああ、そっか、花屋での俺の仕事ぶりを見てるからな。そうそう、俺ちょっとストレスの数字見るの忘れがちやから。ああ、バレてるな。はい、片付けて私の教室に。あ、あ、さっきのポスターだ。結局標語は何になったんだろう。ああ、廊下は走るなだって。やっぱ原点に戻ったんだな。シンプルでいいかも。うん、まあこれ一択だよな。どうも。どう、一緒に帰る？あれ、ヒムロ君どうしたの？たまたま見かけたから、ついでだし一緒に帰る。あは、じゃあ文化祭近いんでお話聞かせて。帰ら。それじゃあ行こう。うんうん、行こう行こう。もうすぐ文化祭だね。それが？え、興味ないの？周りが浮かれると冷める。いやー、君はあのどんどん人らしくなってても、やっぱりちょっとまだあるね、そういうとこ。氷室くんらしいかも。いや、そういうこと言うなって、またなんか出てくるから。こいつは地雷原なんだから。君は？あ、うん、楽しみだよ。みんなで何かを準備するなんてなかなかできないし。ふーん。あははは。氷室くんのクラスは何をするの？
さあ。嘘だろ。お前嘘だろ。それぐらい把握しておこうよ。文化祭までに把握するし、君も気になるなら当日来たら。お？お前やるな。なるほど、誘われているな。まあ行くよ。日村くんのクラス行ってみようかな。こっちやるな。あ、いか。広瀬、文化祭楽しんでる？うん、佐々木は？佐々木、今年は仲間連れてきた。やめてやれ。え？困ってる。また捕まっちゃったな。佐々木くん、よろしくお願いします。いや、ここは公演会場じゃないんよ。俺佐々木くんとここくらいしかイチャイチャする機会ないんやから。君、去年もだけどさ、ちょっと空気読んでくれよ。君は確か去年話した陸上部の。うん、来年は仲間と来るって言っただろ。みんなうちの陸上部。なるほど、彼は戦略だったか。じゃあ俺来年一人で来るから、佐々木よろしくね。ああ、そうなんだ。困ってるな。そんな約束したかな。ダメだよ、さっさく適当にとか返事してちゃ。文化祭がさっさくんの陸上教室みたいになってきちゃったね。嬉しいよ。俺ちょっと行ってくる。あ、嬉しいの？まあ、本人が楽しそうだからいいのかな。まあ、来年は100人くらい来てセミナー開くのでは。ただ俺もう来年予約したから約束忘れないでね。佐々木くんは有名な選手だもんね。文化祭の名物になりそう。ああ、これはビジネスチャンスなのでは。はーい、マリー、文化祭を楽しんでる？ひかりちゃん、今年は誰にたこ焼きおごってもらったの？あー、ひかりちゃん、ご機嫌だね。もちろん、去年とは模擬店とかも違うし、新しい楽しみもいっぱいだもん。あ、去年占いしてくれた女子のこと覚えてる？あ、ひかりちゃんが恋の相談をした人？ひかりちゃんに恋の相談をした人。そうそう、なんと恋愛成就しました。おう、あの後なんか魔術とか使ってお手伝いしてあげたんかな。さすが、すごい。ヒカルも嬉しい。だから今年も恋に悩める女子、男子でもいいんだけど探してるとこ。じゃあね。おお、さすがヒカルちゃん。ああ、今年はヒカルちゃん一体どれだけのたこ焼きを食べるんだろうな。ランさん。ラン、ヒラギ君。ああ、ヒラギ君、今年も案内係さん？ええ、生徒会の業務の合間に登録内容と実際の店の確認と味見もしています。焼きそばだけなんですけどね。ヒラギ君のおすすめの焼きそばは？昨年スイーツのおすすめを聞かれたので、今年は焼きそばでなくスイーツを調査していました。嘘だろ、ヒイラギくん、大好きな焼きそばを我慢してスイーツを調査した。どんだけ真面目な。いいよ、焼きそば食べなよ。そんなストレスだろ。そうだったんだ。ええ、ただ種類が多いんです。たい焼きだけでもあんこ、クリーム、チーズ。いや、まあそうだよな。もう食べられません。そうなんよな、もうヒイラギ君焼きそばは無限だけど、やっぱちょっと普通の食べ物にはねキャパあるからな。案内係さん、教えてもらったたい焼き美味しかったよ。次はしょっぱいものも食べたいな。いや、女性客さん頼みますよ。ヒイラギ君のお腹は一つなんよ。焼きそば以外のものには上限があるんよ。すみません、ちょっと行ってきます。行ってらっしゃい。でしたら焼きそばです。
ご案内しますよ。よかった、得意分野が出て。よかった、ひやりくん、焼きそばが食べられそう。ああ、よかったな。資材管理簿、しっかりつけないと。すいません、養生テープとゴミ袋ください。はい、棚にあるものを持っていてください。ああ、管理簿つけてるのにいいのか、勝手に持っていかせて。あれ、どっちもないけど。ないんかい。はい、養生テープとゴミ袋。おう、ヒイラギくん。ヒイラギ、サンキュー、借りてくよ。いやすまないね、俺はちょっと看板のことしか分かってなくて。ありがとう。在庫が心もとなかったので購入してきました。もうやるな、ヒイラギくん。ヒイラギくん、どうもありがとう。管理ノートではまだ在庫があるはずなのにな。記入してない人に注意しないと。すみません、段ボール箱ありますか？はい、貸し出しノートに学年、クラスと個数を記入してください。最後にこちらのカウンターを個数分押してください。 OK、 3回押しとく。ありがとう。管理ノートとカウンターを併用するなんていいアイデアでしたね。よかった、これで在庫状況もわかるから。来年以降も資材担当の伝統になりそうですね。俺はついに看板以外の爪痕を残したわけだな。僕もあなたのように手元のことから見直す目線を持ちたいな。俺結構仕事できるタイプの女子なんやな。やった、ひらりくんに褒められちゃった。褒められちゃった。ひらりくん、お疲れ様。そういえば今年は先生が花椿先生来なかったってことは、やっぱ去年はあんまり疲れてなかったからイベントが起きなかったって感じなんかな。ランさん、お見事でしたね。さすがです。ありがとう。大成功だよね。はい、生徒の皆さんも外部からのお客様もとても満足そうでした。頑張った甲斐があったな。今年のローズクイーン決まったみたい。ああ、もうその話はやめてくれよ、悲しくなるからさ。まあでもちょっと今の状況一応聞こうかな。まあ無理だろうけどさ。ヒカルたちの学年って可愛い子いっぱいいるしな。こりゃちょっと厳しいかもね。だから俺は可愛いんだってば。ちょっぴり芸術とかが足りてないだけ。お、ミチルじゃん。もしもし、マリー、今は大丈夫？お、ショッピングバッグをいただけるやつだ。またショッピングバッグをミチルさんがくれました。どういたしまして。お揃いで使いましょう。はい。ランさん。ひらぎくん。あー、ひらぎくん。何？今度の日曜日、空いてますか？商店街で買い物しましょう。いろいろ目移りしそうですけど。みんなやっぱ買い物好きだな。まあ、行こう。ありがとう。待ち合わせはどうしましょうか？お部屋誘ってもらえないかな。その服はお気に入りですか？え？この前も同じ服でしたよね。好きなのかなって。なるほど。グループデートを挟んじゃったら、その前に着てた服と同じ服を着ちゃダメなのか。ひらぎくん、それはさすがに厳しすぎない？自分はしょっちゅう同じ服着てるし、俺そのストール何回見たと思ってるんだ。洗ってるのか？ショック。さて、
どちらにご用が？あ、君に誘われてきてるんだけどね。ああ、これはどうです？あなたにぴったりだと思うけど。ああ、まだ悩んでるね、ロンパーカー買うか。まあまあまあ、これはね、買っちゃおっかな、だよね。よく似合います。何より、その笑顔がいいな。ああ、ありがとう。その笑顔が見たかった。誘ってよかった。じゃあ触っちゃおうかな。じゃあ俺のこと好きならそろそろ弱点のあたりとかなんかしてみてもいい？時間が足りませんね。ほう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 。ほほほ。次はもう完全に弱点の部分クシャクシャってしてみよう。この後まだ時間はありますか？もちろんだよ。何でしょう？ほほほほ、仲良しグループ関連だな。まあまあ本人のことから聞こうかな。はい。最近、ヒイラギ君の周りが賑やかだよね。ええ。自分でも少し戸惑っています。うんうん、嬉しそう。僕はずっと劇団生活で、大人に囲まれて過ごしてきました。ですので、同年代との接し方がわからなかった。でも、祈り君や三影先生のおかげで僕の世界は変わりました。俺はい。三影先生は同世代じゃないけど、あ、そうだね、ちょっと俺省かれてたから今ちょっと寂しすぎて忘れたけど、そうだよ、三影先生は意外と年上みたいだよ。多分なんか新任の先生じゃないらしいからね。失礼、三影先生も大人でしたね。あ、忘れちゃってたんだな。まあ、そうだよな。学校でバーベキューしちゃう男子だもんな。確かに三影先生って時々高校生みたいだもんね。はあ、はあははあ、は。そうそう、そういう無邪気なところも魅力やから。ええ。自然に間違えてしまうほど。そうそう、自然に間違えてしまうほど無邪気なところがあるんよ。でも急に見せる大人な面がドキッとさせるんよね。逆に、祈り君は大人びている。でも、小さい頃から僕の周りにいてくれた大人とは全然違います。確かにあんな大人いっぱいいたら困るね。なんか特別な3人だね。4人でしょ？そう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 、それだよそれだよ。え？あなたがいてくれなければ、祈り君の独壇場だ。なるほど、祈りワールドは確かにちょっと強めだからな。あなたがいて僕の周りは奇跡のバランスで保たれている。だからいつも賑やかなんだ。ヒイラギ君、そうなの？ええ、このまま楽しく過ごせたら幸せですね。そうだね。ヒイラギ君がこのまま幅広い生活を楽しんでくれると嬉しいな。おう、やっと今年は道彦にプレゼントを渡せます。バラのソープフラワーですよ。こんなに素敵なものをいいの？嬉しすぎるよ。ありがとう、マリー、大好き。いや、去年はいただいたのに渡さずごめんよ。おめでとう。お、ほら、いたぞ。3人で出したんですか？お前の予定が聞きたくてさ。今度の日曜って空いてるか？もちろん空いてますよ。矢之助と祈りとショッピングモールに行くんだ。お前もどうだ？またショッピングモール。このゲームって同じ場所2回連続で行くと怒るんじゃない？俺には怒る権利もないんか。いや、別に怒りは感じないけども、またショッピングモール。いや、行くんだけどさ。うん、そう来なくっちゃ。まあ行くけど、いろんなとこ行きたいな。おう、笹くん。おう、どうした？一緒に帰りたいなと思って、帰ろう。
うん、いいよ。そろそろ期末試験だね。そうだね。あれ、笹くん優秀だ。笹くん賢いからな、普通に。なんだよ、俺が余裕だとおかしい？ いや、テスト見てるからそんなこと思わんよ。まあでも、図書室のイベントといい、なんか日頃納金扱いされてんだろうな。まあ、結構ロジカルな人なんだけどね。そんなことないけど。まあいいよ。余裕っていうか、諦めかな。ジタバタしても大して変わんないし。全然普通にできてるイメージだけどな。てか、ジタバタして毎回彩りつけてる人もいるんやから、まあ、それは言わんでくれよ。ギリギリまであがいて頑張ってる生徒会執行部の人もいるんよ。頼むよ。でも一夜漬けしたところがそのまま出るかもよ。どこら辺が出るとか情報あんの？あがこうとしてる。それはないけど。当てずっぽうで一夜漬けしてもさ、意味ないじゃん。効率よくあがきたいんだな。ちょっと期待させちゃったかな。そうだね。これ服装はつまり、前回仲良しグループでデートに行った時の服はこれで、ヒイラギくんに2回連続で単独のデートで着てたのはこれだから、今回はこの格好で行けば、グループデートで2回連続同じ服を着てったことにはならないということかな。じゃあこれで行こうかな。意味わからんけどな。今日のあなたはとても洗練されていますね。おほ、前回着てきたお気に入りの服なんやけど、ま、ここでは気にならないようですね。洗練されちゃうよね、何度も着てきてるお気に入りの服やから。ここは欲しいものが何でも揃いそうだな。最近着たばっかだよね。そんなに品揃え変わってないと思いますよ。何か買ってくれるんですか？じゃあちょっと先生におねだりしちゃう？え？それは日村くん、なんか欲しいものあるの？話を膨らますな。何です？もう一応聞いておこう。ほうほう。サーフボード高いですよ。お前マジか。そりゃ日村先生におねだりしなさい。おお。先生困ってるから。いのりくんはサーファーでしたね。ちょっとバイトしたくらいじゃ買えません。でもヴィンテージもので貴重なものなんです。ほう。いや見て先生のこの曇った表情、その辺にしてあげて。それ見てみたいな。いのりくん、ここで売ってるんですか？いや話盛り上がってるとこ申し訳ないけど、先生がずっと悲しそうな顔してるんよ。ええ、みんなで行きましょう。確かに見たいっちゃ見たいよね。先生、行くだけだから落ち着いて。三陰先生も行きましょう。おい、そんな高いのは無理だって。先生、本気で買おうとしなくていいから、みんなで氷室くんの欲しがってるボードを見るだけ見に行こうよ。もし本当に買ってって言い出したら、俺があいつにナス投げつけてやりますよ。大丈夫ですよ、氷室くんも三陰先生に買ってもらうつもりは全然ないと思いますよ。てか、あの口ぶりだともしかしたらワンチャン座長が買ってくれるのでは。そう、全然ね。先生、買える範囲なら買ってあげる気だったの。先生、多分それ氷室くんも先生も氷室先生に怒られちゃうやつやから。三陰先生は生徒の望みを何でも叶えてあげたくなっちゃうんだな。愛深すぎるやろ。可愛がり方が孫レベルなんよ。おじさんに怒られちゃうから。
こらえて。ああみんなよかったな。それじゃ気をつけて帰れよ。ああじゃあ後でね。ランさん。ああお帰り。名残惜しくて残ってた。そしたらあなたの姿が見えました。ええ、じゃあ行こうか。よかった、夕焼けの時間に間に合いました。ショッピングモールからここまで来たの。結構遠いと思うんだけど、よく間に合ったな。綺麗な夕日だね。ええ、空もお城も赤く染まってます。まさに羽ばたき城ほむら立つ。ほうほう、確かになんか炎のように赤いね。おお。え、劇団羽ばたきと演目の。おお。そう、市民劇団として活動を始める前、一人でここに来たんです。ほう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 、ここで着想を得たと。ああ、そうだったんだ。ええ、その時この羽ばたき城を舞台にした演目を考えたんです。おーおー、すごいな。本当に演出とかもいろいろやってるんだな。この赤く燃えるような空と天守閣からあの演目のアイデアが生まれました。あー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 、この景色からお芝居が生まれたんだね。はい、一度あなたと一緒に見たかった。あー、いいラギくん。ひらぎくん、ちょっと、よかったらチケットをいただけない？俺も、ひらぎくんの演目見てみたいよ。いえ、あなたと二人で見たかったんです。ありがとう。じゃ、ちょっと今度、見に行くからさ、舞台。チケットよろしくね。そっか。ありがとう、ひらぎくん。お、ヒイラギくん。あ、うん、これは一週目に若者言葉全集を渡したら困られたんですよね。多分これが一番ダメで、あー、 T シャツかアロマ機能付き加湿器、いや、どっちなんかな。いや、アロマ機能付き加湿器、多分役者さんだから加湿器とかはあった方がいいんだろうけど、1リッチの加湿器使うかな。もっといいもの持ってるのでは。それで言うと、こうとんでもない価格破壊が起きてるこの T シャツ3枚セット、稽古の時にこう消耗品で使えるのでは。ああ、ちょっと、この驚きの価格もちょっとしたエピソードトークになるかもしれないし、ちょっとこれにしてみよう。え、ごめんね、呼び出したりして。あなたからの呼び出しならいつでも受け付けてます。どうかした？ああ、誕生日プレゼントを渡したかったんだ。受け取ってもらえる？ありがとう、嬉しいです。もしかして顔に出てた？え？あー、なるほど、期待してたのか。いや、全然いつもと変わらない表情だから分からなかったよ。さすがだね、演技派。え？連絡をもらってここに来るまで少し期待してしまって。でもほら、そこは役者ですから必死に抑え込んでいたんです。あー、いや、さすがだな、全然分からなかった。いつもと同じ表情に見えたよ。でも今は頬をあからめている。大丈夫、いつものヒイラギ君だったよ。じゃあ白状する必要なかったか。改めてありがとう、ヒイラギ君。いや、こういう素直なところがいいな、素敵だな。まあ、この価格破壊の T シャツ、ちょっと
びっくりする価格だったからさ、驚きを共有したくて持ってきたんや。見て。どういたしまして。ね、開けてみて。これは。どうかな。うん。素敵な贈り物をありがとう。大切にします。これは普通？うん、割と喜んでもらえたみたい。やっぱり加湿器か。いやでも1リッチの加湿器で大丈夫？まあ1リッチで3枚の T シャツも大丈夫かって言ったら大丈夫かどうかわからないけど。どっちも価格破壊。そっか。失敗。申し訳ない。はい、前回のデートから3回連続で買い物しかしてない。次回はちょっと違うところ行きたいですね。次回はクリスマスデートにも誘わなくちゃいけないですね。ちょっと忘れずにデート誘っときます。では次回もよろしくお願いします。よろしければ高評価、チャンネル登録もお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございます。次回もよろしくお願いいたします。